あ、ちょっと電話しよう、電話。親父に電話。いや、もうまた結構振り込んでくれたぞ、これ。親父。親父、結構高級鳥なのか、これ。よし。チェックだったっけ？違う。そっか、いちいちこれ。道具で使わないとダメなんだもんね。引き出す。もう全財産下ろしましょう、これ。全財産。はい。よーし、買い物行くぞー。さあ、なんか、エクスカリバーとか売ってない？ウルトラエクスカリバーとか、なんか売ってない？ハイパーラグナロクみたいな。ブーメラン。いいバット。ブーメラン。いいバット。いいバットってまたこれ。なんだこれ。すげえあれだな。適当なネーミングだけど。ビヨンドマックスか。最新の。グッズ。ブーメラン。よーし。うい。フーズ。オレンジジュース、パン、スポーツドリンク。まあ、いらないんじゃない？いいバット何なんでしょうね。物差し、テレホンカード。これ、テレホンカードって知らない人いるんじゃない？どうかな。僕のこの配信で割とどうだろう。年近い方々が多いと思うんで、テレホンカードって多分知ってる人の方が多いのかな。でも若い人絶対これ知らないよね、テレホンカードって。知らないって方いらっしゃいます？え、何それみたいな。いるかな、どうかな。あれ、でも結局防具って売ってないよ。え？防具売ってなくない？防具っていう概念はないのか？この作品は。もしかして。どうなんだろうね。まあいいや。普通のバット。ちなみに足軽ソードって、おいくら？わー、高い高い高い。ちょっと待って、これ多分誰が装備できる人出てくるかもしれないから。ちょっと残しておいてだな。これだけか。防具ってないのか。まあいいや、じゃあちょっとお金。ちょっと不安だからお金。キャッシュカード使う。預ける。6、8、まあ、100円ぐらいは持っときゃいいんじゃない？小学生だしね、100円ぐらい持っときゃいいよね。よし。よーし。ガンガン使ってた。ああ、なるほど。学校でも、ああ、なるほど、そうだよね。そう。こっそりバレないように公衆電話に行って、電話してね。そうだったな。すげえ化け物にやられちまった。あ、これさっき聞いた。マザーズデーの街の戒厳令は解かれたんだってな。ってことは、あの橋も通れるようになったってことだ。 Do you understand？ なんかムカつくこいつ。とりあえずいろいろ話しかけて情報収集ですね。入れないよね。よし。お前って明るいか。あ、これはね、前話しかけた。これはストリップ劇場建設予定地、ダンカン建設会社。ストリップ劇場入りてえな。いつできんだろう、これ。いつできんのかな。ファミコンしてる時間。あ、これはさっき聞いた。これはサンクスギビング大通り南ティンクル小学校。この
この町にダンカンがストリップ劇場を作ろうとしているの。私は大反対。いや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 。作ってくれよ。俺さ、線路のお岩なん、あ、これは前聞いたな。入れない、入れない。北のダンカン工場からバッテリーをかっぱらってきた。これ、お前、盗っ人だぞ、お前。それ、窃盗だからな、お前。ダメだぞ、盗むのは。私の主人はティンクル小学校の偉い人なのよ。お昼のお弁当は食べない人なの。なんで？力出ねえぞ、弁当食わないと。町の外には怖い化け物がうようよしてるんだろ。俺金取られるんじゃないかと思ってさ、心配。なるほど。よし。いや、そうそう、普通に、そうそう、窃盗自慢。これこそ本当にコンプライアンス的なあれなのかな。まあこの当時そんなの関係ねえだと思うけど、89年ですからね。俺をただのおじさんと思うなよ。実際そうなんだけどさ。君、学校はどうしたの？今日はお休みじゃないはずよ。これ女なのかい、これで。いや、それともどうなんだ。すみません、ちょっとアンケートに。あ、いいですよ。あなたは汽車の運賃を高いと思う。いや、汽車乗ったことねえからわかんねえな。はい。あなたは不思議なメガホンを使いましたか？いいえ。ご協力ありがとうございました。俺のテレホンカードもらったよ、これ。でも、どっかで多分公衆電話的なの出てくるんだろうな。多分。崖崩れで大岩が線路を塞いでしまってね、汽車が通れないのよ。おぉ。なるほど。僕もお医者さんになって怪我人を助けて大儲けしたいな。金儲けかい？大変だぞ、勉強やら研修やら。なかなかなれるもんじゃねえぞ。あとはこいつはスイートリトル工場には行ったか。行ってない。へえへえって、そりゃ、いや、へえって、そりゃないよ。行ってないんだから、もうどこどこにあるから行ってみなみたいな。あってもよくない？あそこは昔ペンシルロケットをじゃんじゃん作ってたんだよ。ペンシルロケットってなんじゃ、何、武器的な感じ？ロケットペンシルだったら知ってるけどね。ロケペン、ロケペンってね、流行ったよな。まあ僕はあんま使わなかったけど、女子とかが結構あのロケペン使ってた気がしましたね。うん、懐かしいな。でもあれって多分使い捨てだよね。全部あの芯なくなっちゃったらさ、あのこうなくなったらこうスライドさせていくんだよね。ずっと北のダンカンさんの大工場にはとてつもなくでかいロケットがあるんだよな。まああんまりちょっとあのペラペラおしゃべりしすぎると年齢がバレてしまう。まあまあまあいいんだけど、もう バラしてるんだけど、もうそもそも。うん、今ロケペンなんてないでしょ多分。線路の上の大岩はどうやって溶かすんだろうね。役所に任せておいたら来年になっちまうぜ。役所仕事してねえな、おい。学校行けよ、学校。学生さんだろ。お前は何やってんだよ。仕事しろ、仕事。これはサンクスギビングへようこそ。西マザーズで来たサンタクロース駅。あー、西に行くとマザーズデイに戻るんだ。ちょっと見てみるか。あー、なるほどね。なるほどね。マザーズデイのあたりはなんかとんでもない事件が起こってるらしいな。はい。ゾンビが誘拐されて動物がどうしたとかめちゃくちゃらしい。でももうそれ解決したよ。へえ、まあこのへえってこれ。これさ、スタッフこれ楽してねえかこれ。へえみてえな。なんかあったらへえみてえな。これが、ちょっとこれ、メーカーさん。これちょっと楽してるよ。まあ、とりあえずあらかた情報は、仕入れてきたけど、要は線路に大岩が乗っかってると。それをなんとかしろって話でしょ。
もしかしたらあれじゃない、藤君いるんじゃない、なんか爆弾持ってったって言ってたから、いるんじゃないかな。わ、これまたシュールだな、おい。デビルトラック。あ、ワンパン。小学生がトラックをワンパンしたぜ。まあ、こっちもうだいぶ強いからね、レベル19。うん。アマザーのテキスト。そうっすね。面白いっすよね。うん。ほんと、癒しのロールプレイングゲームですよ。まあ、あの、コテコテの、あの、なんていうか、あの、なんか、ね、悪の象徴的な、なんかあの、ドラクエでいう、なんかあの、魔王を倒してこいとかさ、そういう感じでもないからね、なんかこう、ほんと日常の冒険みたいな感じで、面白いっすよね。小学生の日常の、なんか、冒険、小旅行みたいな、旅っていう感じでもないけど。OK。いやー、私は強くなりすぎてしまったようだ。え、これどっちだろう、こっちかな。いや、ちょっと待って。こっち一回見て、あ、なんもねえわ。てかね、こんなところそもそもトラック走るのっておかしくね？道っていう道ねえぞ。OK、ワンパン。いや、これ、こっちね、先制で攻撃したいわ。これ。これ足軽ソード、多分これまだまだだな、使えるの。だって藤くんなんかあのソード剣使うようなさタイプじゃないと思うんだよな、多分。スカンク、オッケー、いいね、いいね。合ってるか、ちょっと地図見ていいかい。あー、合ってるね。方角的には合ってるな。ここもすぐでしょ、多分駅。あれ、そうでもない。一応落とし物の通行許可証を見つけた。一応通行許可証をこすれて逃げた。これも窃盗ですからね。しかも通行許可証ってこれ勝手に拾って使ったらダメでしょ、これ。私も仲間入りか、窃盗犯の。また都合よくそこに落ちてるんだもんね。ってことは今後使うってことだよな、近い将来使うってことだよな。いや、なんか通行証のなんかもらえるイベントとか用意してくれてもよかったんじゃねえのか、これ。拾うね、拾って手に入れるとかじゃなくて、なんかね、通行証もらう、これやれば通行証あげるよみたいな、そういうあのイベントがあってもいいんじゃないか。バーボット、これまたちょっとなんか怖いな、これ。宇宙人みたいな、すんげえ補正けど、マッチみたいな、ポキっていきそうだよね。あ、どっち進めばいいんだろう、これ。なんかこういう分かれ道ってさ困るんだよな。リトルソーサー、こいつらは弱い。OK、こいつらは弱いぞ。よし、あ、レベル上がった。もうね、レベル20になっちゃった。 HP13 アップってすげえ勢いで成長してるぞ、これ。まあ育ち盛りだからな。いや、ちょっと待って、だいぶ離れちゃったんじゃない、離れちゃったよね。方角的にはこっち、あれ違う、方角的にはこっちなのかな。あ、なんかある。ああ、なんだこれ。この工場はダンカンさんの持ち物です。通行許可書は持ってる、持ってるよ。はい、大丈夫よ、持ってるよ。あ、でもアイテム欄がいっぱいだな、これ。いやー、友情の指輪とかもいらねえんじゃねえかなっていう気するけどな。まあ一応使うか。
これは期限切れですぜ、お兄さん。拾ったものだな、怪しいやつ。俺の目を見ろ。え？あー、バトルなんのね。野良犬、野良犬があるかい。監修やってたのかい。監修？守衛？守衛か。守衛。守衛やってたのかい。監修だと意味違うな。あれ？なんだ？ダンジョンか。え、行っていいのかな？ちょっと駅の方行ってないけど。いいのかな？え？まあ、行ってみるか。うわぁ、右と左で分かれてる。ファイアーボール。スマッシュ、オッケー。うん、まあいいや、行ってみるか。行ってみないことには分からんからな。はしごがあるぞ。これは？まあ、どうせ宝箱的なのあったって。アイテム取れないしね、入手できないし。これはどっちだろう。ええー、ちょっと待って、ちょっと分かれ道が多すぎて、ちょっと分からない。あ、やばい、これやばくない？うわー、やっぱりこのビーム系とか結構きついんだよな。早いとこね、仲間が欲しいぞ。早いとこ仲間ほんと入れないと、これ非常にまずい。もうデカ袋、これいいのかな、これいくらでもあのマジックハーブが出てくるんだけど、いいのかな。オールドロボ、いや結構強えしな。よし、まあでも回復無限にできると思えば、まあ無限なのかどうかわからないけど、できると思えば、まあいくら食らってもいいや。ワンバトルであのくたばらなければ全然 OK。 OK、 デカ袋、いやー早く仲間欲しいなー。ファイヤーボール、はい、よし。もうあの大がままに進んでるけど、わあもうわからん。思うがままにどっちだこれ。左行ってみようか。あーダメだ、右。思うがままに進んでるけど、これほんと迷うわ。もうだってどう進んできたか覚えてないですよこれもう覚えてない。ゲイ、よし。まああとはしご、とりあえず上に上にっていう感じでいいのかな。上に上に進んでいくっていう。うわ、何これ。ゆがみ博士、はい。何、歪んでんのかい。あー倒した、弱っ、我に返った。あー、これはまずい。でももう一撃耐えられるでしょう。身構えている、はい。あー、バカ野郎。あー、オッケーオッケーオッケー、よし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 。ふー、危ない危ない若干あの泥仕合になりかけたけど、うん、若干なりかけたね、泥仕合に。危ない危ない。まだ上行くの？いや、これもう結構、あの、何？外から見たさ、あの建物の大きさをはるかに超えてるぞ、これ。いいとこ、あの、2階建てぐらいの大きさだったけど、外から見た建物は。これも2階建てどころじゃねえよな。相当、あの、高いぞ、これ。どんだけ今、はしご登ってきたんだよ、これ。なんかの見た目と、外からの見た目とこの中身のこのあれがね、キャパが合ってないっていうか、箱の広さが、でかさが合ってないっていう。
ほらほら、まだ上あるし。くそー。いや、ほんと異次元ですよ、これ。異次元、そして悪空間ですよ、これ。こんな箱広くねえだろ、この、ねえ、工場。おかしいだろ。スクラッパー。はい。あー、やばい。で、これね、工場の癖して、ベルトコンベヤーの一つもないっていうね。ベルトコンベヤーもなけりゃ、なんだろう、搬送機とかさ、検査装置とかさ、そんなのも何一つ置いてねえぞ、これ。こっちで合ってんのかな？もう適当に進んできたけども。適当に進んできたけど、合ってんのかな？オッケー。いや、これオールドロボから狙った方がいいのかな。いやいや、やっぱ確実にまず1体落とした方がいいよな。オッケー、よーし。ちょ、待って、誰に話しているのだって突っ込まれたけど。よし、すげえ、まだデカ袋使えんの？本当にこれ無限なのか、もしかして。ちょっと待って、これ最深部まで結構奥深いよ、これ。奥深い。え、カットなった。カットならないでよ。え、歪み博士ちょっと強いな、これ。 OK、 PK ビーム、これちょっとまずいかな。倒しきりたいね。倒しきりたい。オッケー。よしよし。とにかく先制。先制取れてるうちは、まあ、大丈夫。やっぱもう何度も言うけど、基本やっぱロープレイはね、先制取ってなんぼですよね。そんなー空になって柿消えてしまう。ちょっと頼みの綱のデカ袋がなくなっちゃったよ、これ。もう一気に不安になってきた、これ。一気に不安。ちょっとこれ、ゼガヒでもね、これここで最新部までたどり着いてクリアしないといけなくなってきたね、これ。もう一回なんか全滅食らって元に戻されて、もう一回ここ来いって言われたら、ちょっときついものありますよ。この、なんだっけ、デカ袋なしでここまで来るっていうのは。あ、レベル上がった。よし。これが最深部か？あれ？違うだと？フォースカプセル。フォースカプセルってなんだ？PP 回復してくれるやとか、そういう感じかな。それとも、ステータスアップか。フォースが多分上がるのかな。多分魔力的な感じだと思うんだよな、フォースって。多分。うん。あれ、音楽変わった？あれ？あれ、音楽、あ、変わってないか。あ、変わってないな。なんだ、もう就業時間終わったのかなというね、そういう感じしたけども。やばいやばいやばい、デカ袋がないから、もうちょっとまずい。まあでもまだ祈りの指輪があるから、祈りの指輪があるから、まだ回復なんとかなるけど、それすらももう砕け散ってしまったら、いよいよもってこれやばいぞ。ちょっとどこ、私はどこに向かって歩いてるんだ、これは。ちょっとわからんな。うわわ、もう通常攻撃で20ぐらい食らっちゃうもんね、これ。そう、大丈夫だよね、先制できるよね。よしよしよし。あ、でも空振りっていうこともあるからな、気をつけないと。
気をつけないとな。いやー、ちょっとこのライフアップじゃちょっともう足りないのよ。ほんと。あ、違う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 、テレパシーじゃない。もうね、そろそろベホイミ的なのが欲しいわけよ。ホイミじゃきついぞ、これ。身構えている、はい。オッケー。よし。これ最新部まだ？これ？これか？これが最新部か？どうなんだ？あー結構効くな。いや、ボス戦とかね、ボス戦になったらさ、まあなるかどうかわからんけども、なったらバフを使いたいから、ディフェンスアップとかオフェンスアップとかバフを使いたいからさ、ある程度 PP は残しておきたいっていう思惑がある。フォーマーは転んだ。ゲンスルーか、ゲンスルー。オッケー、よし来たんじゃないか。え、あ、あ、あ、ロケット、ロケットあるね。何これ、チェック。フルボケたロケットだ。いや、見りゃわかるけど、え、なんかグッズ使うとかではないよな。ここまで来てのハズレか、ここ。ハズレだ。このルートじゃない。うそー、このルートじゃないのか。マジかよ、これだけ歩かせて、マジかよこれ。ちょっと待って、回復回復。マジかよ。くそー、ちょっと待って、どこ行ったらいいのよこれ。いや、それともやっぱり今来るべきではないのかな。何かしらのロケットが今後絡んでくる。今は多分こいつ一人じゃダメなのかな。例えば藤くん仲間にしてから来るとかなのかな。どうなんだろうね。まあだとしても本当無駄な鉄を踏んでしまったみたいな。とにかくそのデカ袋なくなっちゃったしな。 OK、 もう一丁。やばい、そうこうしてるうちに本当 PP なくなってしまう。PP なくなっちゃう。もうね、どう登ってきたか、どう歩いてきたかもう覚えてないからそもそもが。OK、 よし、こっちはダメだしね。困ったな、これ困ったな。はい、ファイヤーボール。よーしよしよしよし。まあ、ファイヤーボールは一撃で落とせるから、まあ、いいんだけど、他の敵がね、来たら、まずいよね。OK。これまたあれだよ、お金いっぱい。パパからもらえるぞ。親父からいっぱいお金もらえるぞこれ。
あ、そういえば、入っていきなりのところ、あれ右左で分かれてたけど、左の方だったのかな、もしかして。可能性はあるよな。スクラッパー。ちょっと PP 持たないかな。こいつはそんなに強くない。身構えている。はい。OK。よし、行こう。左の方の可能性はあるね。うん。ん？なんか、こっちにも扉があるぞ。